あなたの心に火を灯す東洋思想および神道研究家の芳賀光です。今回も言語の思想について見ていきたいと思います。古来からですね、図像というもの、つまりは図であったり文字であったり何らかの象徴によって自然の断りを表すというものがありました。ミューラバイエンという思想家も自然の成り立ちであったり目に見えない世界の法則をこの図であったり漢字で表そうとしたというふうに捉えております。最近のですね、この図像の中でもブームといいましょうか、流行しておりますのが、神社チャンネルでも何度か取り上げましたカタカムナですね。でこのカタカムナですね、先駆者であります楢崎光月という方も科学者でした。で私もですね、この言語の思想を学ばせていただいて、三浦梅園という方も当時の江戸時代のいわば最先端の科学者であるというふうに感じたわけなんですね。そう、模様であったり文字であったり形が何らかのエネルギーを持つ、まあ、最近ですね、こういった新世紀科学文様というものも流行ってたりしますが、今回はカタカムナと言語ということで、この言語の世界の第一人者であります北林さんからですね、いろいろお話を伺いました。まあ、こちらも非常に面白い対談となっております。また北林さんとは輸入塾の方では国の裏側のですね、話もさせていただいておりますので、ご興味ある方はぜひ詳細欄の方チェックしていただけたらと思います。それではどうぞ。神社チャンネル、今回も三浦梅園研究の第一人者北林達也さんお招きしてお届けしていきます。どうもよろしくお願いします。前回ですね、三浦梅園の話お届けしたんですけども、本当にですね、今でこそ量子力学とか、はい、宇宙のことだとか、かなり分かった、天文学のね。例えば今でこそですね、私たちは太陽が中心にあって、水金地火木土天冥界という順番並んでるということって知ってますけども、当時そんなことを認識している日本人なかなかいないわけなんですよね。でも三浦梅園はそれを認識していた。でしかもですよね、この太陽中心の価値観と地球中心の価値観を両方兼ね備えていた、これも言語の中で表されてるっていうところの凄みというものを感じるんですけども、そう、この宇宙であったり自然の原理っていうものを漢字と円で表そうとしたっていうところなんですね、この言語の思想っていうのは。こんな感じでですね、これ全部思想、宇宙観なんですよね。これは自然観であり宇宙観っていうのがこういう形で表されていて、これが一つ一つ非常に深い。でこれが何か私からするとですね、なんかパワーマークと言いましょうか、エネルギーマークのように、それこそなんかご不結界のように感じるっていうのはあるんですね。でこれあらゆるものをですね、この円と線で表す、これ何と似てるかっていうとカタカムナなんですね。カタカムナもこういう感じで円と線でまさに自然原理を表そうとした、そして言葉で表そうとしたというところ、まあ大きな違いが、三浦梅園さんはこの中に漢字をやっぱり入れ込むことによって宇宙原理を表そうとした、でカタカムナはこれ一つ一つが文字の意味を持ってっていうところの違いっていうことを表したということなんですが、この思想ですね、三浦梅園はどこで作ったのか、まあ、大分県ってことなんですけど、特に大分県の中でもこの三浦梅園が好んだ土地としてあるのがこの耶馬渓という場所なんですね。そうですね。これどんな場所なんですか、耶馬渓って。これ本当になんか中国のなんか仙人住んでるような山ですよね。そうでしょう、これは天下の奇観ということでですね、多くの観光客が集まっていました。はい。で梅園もそのための地域おこしの運動をしていてですね、その時に雷山陽という思想家文学者が来てですね、雷山陽が来て耶馬渓という名前をつけたんです。あ、そうなんですか。それから耶馬渓が広がったんです。へ、これでもね、当時、ナンバーワンの温泉地の一つって湯布院があるじゃないですか。近いですよね、湯布院は。近いです、ね、湯布院で湯治をして、さらに耶馬渓でこの山のエネルギーをいただいて帰った。帰った。へえ。これはおそらく柱状節理って言って、溶けた溶岩が冷えると巨大な柱のように固まるんですよね、はい、まるで階段のようになったりして、それが縦になるとまるで人工物じゃないかというような形になります。うん、この耶馬渓のあちこちにそういうのがあるんです。へ、それで
あのこういう風土と物の考え方にどういう違いが出るかというと、はい、12世紀の中国の朱子は大陸の人でしたから、まあ、お弟子さんが朱子先生、山の上の方からホラ貝の化石が発見されるのはどうしてですかと尋ねたら、うん、朱子はそれは大津波がやってきて山の上に運んだんだと答えた、うん、それはいかにも大陸という大地は動かないという発想です、はい、こういう景色を見て地震もあるあの日本に住んでいた梅元はその説をね、うん、これひなりと書いてるんですよ、うん、これかつて海底にあったものが隆起して山になったんだとと言ってるんですか。そう言ってるかつて海底にあったものが隆起して山だった隆起して海底にあったホラ貝が上に上がってるんだと言ってる、なるほど。そこはねやっぱり5世紀ぐらい違いがあるとね、うん、やっぱりあの物の考え方がもう近代化してきてますね、はい、つまりもうとにかくオランダから東インド会社の船員が長崎に来てますからね、はい、そしていろんな情報を伝える中であの、まあ、いろんな世界の、まあ、天下の機関を見て教えてくれるそういうのが手紙として伝わってくる、はい、あのそれからあの季節風貿易風そんなものも当時になって初めて分かったんですよ、うん、これあのハドレーという人が同時代にいてですね、はい、バーゲンと同時代にハドレーという人がいてハドレー循環っていうのがあってあの両極で温められた大気が上にガーッと上がっていって、あ、はいはい、あのどんどん上に上がっていくから外にこう行くわけです、うんうん、上空で、はいはい、両極に向かってだから両極で冷やされるから循環してくるんです、はい、で 元に戻ったら太陽熱でまた温められるんです、うん、これ循環するんですね。この循環をに地球の自転が加わって貿易風季節風が起きるわけです。これを知らないとねオランダから長崎まで来るの大変なんです。当時はね、はい、あの船員って宇宙飛行士並みにすごいんです。心身ともに超エリートだったから、はい、彼らは風を読んできてたんです、うん、だからその地球科学の最先端のことも知ってたんです。あ、当時フランクリンの時代でもあったから、はい、雷が落ちるのか昇るのかとかいうことも彼らは関心を持っていたしバーゲンも関心を持ってたんです、うん、だからフランクリンも関心を持ってたんです。実は雷はあの落ちるんじゃなくて昇るんです。で私も長いこと落ちると思ってたんですけどね。みんな思ってますよね。そうでしょ、落雷って言うでしょ、うん、上がるんですよ。実は上に上がって実は上に上がる、うん、だから当時 あの知識の方は実は当たってたんですね、うん、なるほど。だからこれもしかすると本当にその実際に海底にあったものは隆起してやってきてる隆起してる、うん、なるほど、うん、そういうことですよこれ、うん、海底にあったもの海底にこう流れ込んだ溶岩が沈んで、はいはい、こう隆起して山になっている、はい、そういうのをよく見てたんですよね。なるほど。これもともと海のそこにあったもの、うん、その場にいて気づいたということですね、まあ、当時のですね自然科学のですね最先端を言ってたのがこの三浦梅園という方がということなんですけど、その今申し上げたハドレー循環とかね、はい、今我々の名前知ってるからあのハドレー循環で調べたら分かりますよね、はい、それを梅園が何て書いてた。地球が呼吸するって書いてた。あ、はい、地球が息してるって、はいはい、うん、だから両極で息吐いてるっていうの、うん、確かに体温がこう出るから我々の息も暖かいでしょ。で冷たい息を吸うわけですよ。両極で吸ってるって、うん、地球が呼吸してるって書いてたんです。で随分考えてですね何のことだろうかと思ったらハドレー循環だった。なるほど。だから我々のように動物のように呼吸する生き物が生まれるんだという、うん、発想する。なるほど。でですね、その呼吸の思想というものをこの図と漢字で表そうとした。で今回ですね取り上げたいのがこちら神仏宝石図というものなんですね、はい、こちらですね何かもう何やらむっちゃ何かこうね深そうなものがあるんですけど、これでもう言語の全体系があります。はい、天神はすなわち天札に解くところ、まあ、天札これ、はい、カテゴリー論です。範疇論、はい、コンピューターで言ったらタイプですね、はい、天地はすなわち地札に解くところ、天神は、まあ、範疇論と活動論ですよと、はい、天地はすなわち物質界ですよと、はい、でここが天札のこれ活部と活動を表すところ、天札律部、はい、これは持続性を表すところ、うん、宇宙は138億年経ってますがこの宇宙です本離してるから、はい、しかしずっと活動しています。神が活動してるから、うん、
ここはね、地殺没部、物質界の非物質領域、あ、宇宙、空間と時間、だから宇宙をユニバースと訳してはいけないのはここなんです。はいはい、空間が道塞がっている、時間はどこまでも通じている、白が陽の世界になるんですかね、これは。だから陰というと、そうですね、で陽の世界の、いわば物質世界ですよね、こっちは物質世界の非物質です、ね、はいはい、物質世界の非物質、こっちはどうなりますか。これは、はい、範疇論ですからね、物質に型を与える、はい、物質にいろんなさまざまな種類があるでしょ、はい、その種類を決めるとこなんですよ。あ、はい、これはアリストテレスはカテゴリーって言ったんですよね、はいはい、それはずっと今でもカテゴリーって言われてます。コンピューターの世界にではそれをタイプって言ってるんですよね、はい、こっちは物質中の物質、そうですね、はい、そうなりますね。これがこっちに行きますと軌道ですね、はい、天体の回転軌道と重力圏内の昇降温度、うん、はいはい、ここに来ると転距、非時間非空間で時間も空間も軌道も何にもありませんよ、はい、その上にさらに物質がありますよ、はい、そのここで起きるのが何か、多分量子エンタングルメントです、はい、それがこっちに影響を与えますよということ、はい、すみません、こっち物立つと活じゃないですか、ええ、つまりこっちは物質世界、そう、こっちは活動法則の世界って感じですね。ここの右下は何なんでしょうか。右下、はい、蔵来花王、蔵来花王はですね、さっき見たヤバケみたいに自然界が変化しながら時に破局的な破壊があるんですよ、うん、火山の大噴火とか大地震とか、はい、もろもろありながらもだんだん姿を整えてきてこの自然になっていくでしょう、はい、そういうことをここで書いてるんです、はい、増来してくる、で化していくというのは過去化していくんです、うん、現れたものは定着していくんです、うん、まあそういうことを言ってるんですよね。現れてきたものは定着し、定着したものはまた現れてくる、これを繰り返して新しいものがどんどん現れてくる、はい、わかりました。物質世界の法則性を表しているのがこっちっていう感じですね。でこれ物質世界そのもので、で上の方はどっちかというと見えない世界を表して、うん、表していて、見えない世界の法則性で、うん、こっちは見えない世界そのものみたいなイメージですね。なるほど。時間と空間、ここにもあるけど空間だけ取るってできないんですよね、うん、あらゆるところがそうなってますよ。これは難しいけどなんとなくわかりました。つまりはあらゆるものってその見える世界見えない世界に分かれてる、見えない世界も2つに分かれてるし見える世界も2つに分かれてるっていうことをこの図で表してるってことですね、うん、ここの天地になるとこれはもう青空夜空天球ですね、はい、地は地球ですね、うん、大地地球のこと、物を売るってこの物は生物のことなんです、はい、これスイカっていうのが赤道直下の加熱、うん、これが水、この火で温められて水になっているもの、はい、うん、まあ、ハイドロスフィアですよ。そうですね、これ気圏って書いてますけど、気の世界って簡単に言うと火の要素、水の要素分かれているよってことが書かれてますね。なるほど。これ神運ってどういうことなんですか。ここの神と運っていうのは神運ぶですね。神運ぶ、はい、これはこの活動性がまあ常に常にクリエイトしてますよということなんですけどね。なるほど、活動性のことを表してるんですね、うん、常にクリエイトしてるんだけどちゃんと型がありますよということです。はい、はい、なるほど。型がないとどんなものになるかわからないです。はい、はい、なるほど。これは非常に深いですね。深いです。これが最晩年の図なんですよ。あ、そうなんですか。暗夜4年本ではこういう図ではないです。ずっと天地自然のことわりについて研究し尽くして、うん、いわばこの図を表すに至っているということですね。なるほど。言語の文はこういう図の中の語の解説なんですよ。はいはい、言語のその本の中ではさらにこの言葉を解説しているということですね。そうです。だからこれから文を作ろうと思ったらね、うん、物理質、しかして地実施、気現る、はい、物おる、気はすなわち火発し水治む、仏は仏おればすなわち天三次地結ぶで、うん、そんな分あるんですよ。これでも北林さんあれですね、ずっとこういう研究二十歳ぐらいから50年ぐらいされてるってことですよね。うん、すごいですね。でそれをインターネット上三浦梅園の謎を解くっていうのでホームページ上で研究成果発表されてるということで、うん、
家一軒からお金使ったんですけどね。家一軒からお金使ってすごいですね。無償で公開してるんです。で我ながらバカなんじゃないかと。たまにはこういう変人いるんですよ。出てくるんですよ。無償公開してね、はい、これもっと面白いように面白くこう子供向けとかね、うん、にあのアレンジしてくれるとね嬉しいですね。あもうヨーロッパでやってるんですよ。ヨーロッパでやってる、はい、もうすでにやってます。それの日本語訳がないんです。あで最先端のもう BBC の、 あのアッテンボロー教授レベルがやっている、うん、それはまあ NHK も関与してるんだ、東大も関与してるんだけど、またすごい 3D のね生命進化論作ってるんですよ、うん、この図をだからより分かりやすい形でもう表されてるってことですよね。いわばもう本当に最先端科学が江戸の中期にはもう本当にこう江戸のもう明らかにしてたっていうことで、これがねお医者さんであったということとあの関係があるんですけど、お医者さんは当時あの百味炭素っていう薬入れの炭素があったんですね、うんはい、その炭素のインデックスと思ったらいいんですよ、はい、でこの中身のねについてはそれは専門の人があの研究することなんです、はい、つまりこれはあの百味炭素という薬を入れる、まあ、葛根湯とかあるじゃないですか、うん、小生流湯とか、はい、ああいうあの もろの その薬の名前みたいなもんで、バイエン先生はそれをこうあのまあ縦横の原理、うん、確かに縦横の原理ですね。ワンペアの原理であの配置したんですね、うん、配置して配列してそして漏れがないようにしたんですよ、うん、でこれねあの人間が人為的にこう考えるとね、うん、あのどこかはものすごく研究してものすごく発達するんだけど、その相方が全然発達してないとかよくあるんですよ、うんはい、これでもすごい今思ったんですけど、やっぱりコンピューターサイエンスですよね。だから本当にこう二進法的にバーッと広がっていきながら、うん、アミメジョにネットワークを作っていって、うん、実は全部つながってるっていうことですよね。そうそうこれはすごいなんかね、今の本当にこうまさにコンピュータサイエンスの世界を当時から体現してたんだなっていうのは思いますね。それはやっぱり駅ですよ、うん駅ですね、ライプニッツがあの 駅、はい、駅でね二進法を考えたっていう、はいはい、ああいうのとつながるんですよね。なるほど分かりました、本当ですね。なんかこれからの時代のまさにこう世界観といいましょうか、うん、宇宙観みたいなものもなんか表してるなと思いました。でこれ本当にまさに東洋的なんですよね。だから二中心になってるっていうね、でもまさに西洋的なものって一神教的なものっていうのは、うん、まさにこう縁的なものじゃなくてヒエラルキーを作り出してしまっているということで、まさにこういった考え方がこれからの時代に必要なんだということはすごく分かりました、うん、これねコンピューターの関係で言うとね、実は古典ビットコンピューターとね量子ビットコンピューターをねいちいちで持ってるんです、はいはい、でこれだからこれ量子ビットコンピューターってことですね。こっちはだから古典コンピューターだと、はい、まさにこう何でしょうね、なんかこうピラミッド的な階層構造的なものになってるけれども、量子階層構造的なものをあの三律っていうんです、はい、三千と分かれている、はいはい、量子ビット的なものを混成って言ってるんです、はい、それはあの両方とも必要ですよと、うん、西洋的なものの考え方も東洋的なものの考え方も今まさに進んでいるあの神仏集合の論理で東洋と西洋をすり合わせて自然科学と精神文化をすり合わせて次の文化ができていくと私は思っている。そう思うからこれこだわるわけです。なるほど。まず地球私が言っているのは地球環境世界って言ってるんですけど、地球環境世界のモデリングができないとね、まあ今の自然科学の横暴さではあの生態系と地球を壊すばっかり、うん、西洋的な価値観だと、うん、自然っても人間から神様から授かったもんだから、うん、これ好きに利用してやるになっちゃう、でもまさにこういった価値観だと人間は自然の一部に過ぎないと、でまあそうですよね、一部に過ぎないということがここの循環の中で表されている、うん、この価値観が変えないと人類も日本も結構危機にあるということですね。それはもうはっきり書いてますね、うん、あの人間の扱いがこの本の中では小さいと、はい、それは人間が肥大しすぎたんですよ。人間が物理法則を手に入れることで自然を改変できるその力を手に入れたことで、またエネルギーを手に入れたことで人間が神の位置に立ったのが大きな大間違いだったんです、うん、これはまあ
大きな罰当たりなことをしましたね。うん、でも本当そう考えてる人、無意識のうちにそうすり込まれてる人多いですよ。人間がこの地球の主役なんだと。違うんですよね。神様であり自然が主役で、自然が主役、人間の力でできることなんて限られてるっていうこと、うん、恐れを知らなきゃいけないってことですよね。その恐れを見失って、しまったために、今野生生物がもう、そうですね、減少してですね、それ結局人間で変えるわけですよ、うん、まあ、これはもうその人類の最適な人口がどれぐらいかとかいうのはまだわからないんだけど、いずれにしてもそこに落ち着いていくんですよ、うん、増えすぎたら減るしかないです。それはもう自然の摂理ですから、摂理に任せるしかないですよね。そうですね、うん、ありがとうございます。今回本当に三浦梅園の思想を通じてこれからの時代必要なテーマも分かりました、うん、今回ですね、本当にいろいろお話いただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。しかし梅園のロジックから言ったら、地球の中心たるべしなんです、うん、地球は地軸を中心に回っている、はい、そのように見えない中心がないとブレると、うん、だから中心がいるんだという話、はい、でそれは見える必要はないんですよ。しかしなきゃならない、うん。